こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はスナックワールドトレチャラーズやっていきましょう。ということで、一発目、一発くじ、見ていきたいと思います。シークレットが残ってる！やったー！ダイス！残念ながらね、ABC 賞全部終了なんですけど、私、未だに運気の方向が当たったことがないです。残るは、EG とラストワンとシークレットのみ。シークレットを何回引いたら出るのか、急遽やっていきたいと思います。1回目、さすがに1回はねないよね。はい、10、安定のニビロの原石をゲットしました。多め、これで1回48マイナスで見ると分かるって感じだね。2回目、ちなみに皆さんシークレットって何回ぐらい引いてますか？私シークレットだけでいつもないんだよね、引きに来ると。なぜなんだろう。ニビ色、全部ニビ色。3回目、これほんと何回になるんだろう。早送りしそうな気がする。3回目、 G ニビ色。なんか常にニビ色ニビ色から上がっていかない。こっち側のページだったらいくかもしれない。4回目、さあ来い。 F、 翡翠色翡翠色。あ、でも1個上がった。 G から F に上がりました。5回目、タッチ。10回ぐらいで上がってほしいな。 G 下がった。ニビ色、まだ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 だね。6、いやほんと何回で来るんだろう。6、テレン G、はい、いやおめでとうっすわ。もういいっす、ニビ色の原石っす。7回、予想してみてください。あと何回なのか、かなり不安。7回目は何？ F、上がった。いやでも G と F しかないんだよね。 G、F、シークレットのどれかしか当たらない。本当はね ABC とか残ってたらよかったんですけどね、なんて言いながら。8回目、違うよ F 来たかなって思ったんだけど違いましたね。 F か、厳しいね。9回目、これ10回じゃいかない気がしてきた。まずいぞ。はい、 G、一応持ってる、持ってた一発くじ券と現金でいけるはず。はい、もう数えたくない。 G、 多分次11回目だと思う。本当にこんなに出ないんだ。やっぱりシークレットって出にくいのかな。 A 賞スパッと出てくれるとすごい嬉しいんですけどね、未だにシークレットが残っていたことがあまりにもなく、300分のなんちゃらだから手をつけずに来ました。出る？うわ、 G だね、めっちゃ G、 すっごい G、 ニビ色ばっかり。売ろう、決めた。今回のニビ色は全部売ろう。来い。いや、まだ G か、すごい G だF が出た数の方が少ないよ。お願いしますよ、そろそろシークレットが何なのか知りたいよ。F、 そろそろ F だったどうして、どうしてお願い、こタッチペンが震える。来る来る、 F、 いや2回連続で F か。ちょっと良くなった気がするんだけどそんなん言ってても G と F だもんね。お願い、何回目なの G。 うわぁ、心折れそう。大丈夫かな、なくなる私のくじ。まさか、なくなるかな、可能性はあるよね。うわ、なくなるかもしれない。一発くじ券なくなったら現金使おうと思っていたんですけど、なくなるのかな、つらい。来た、シークレット。これなんだろう。え、これ Z じゃないですか。違う、赤いもんね。おめでとうっす、シークレットっす、初っす。やった、クリスタルソード Z、嬉しい、
初ゲット来た。ラストワンまでは30なのでちょっと置いておこうと思います。だって数もう13枚しかないよかったー。ということで初のシークレットゲットしました。めっちゃ嬉しい。やったー。この喜びはもうこれしかあり、これでやったー。もう早速ね見ていこうと思います。今回出たシークレットの、わ、ここにしようかな。クリスタルソードと変えようと思います。普通の JP なんだよね。今回出たのは新しいに変えたらいいかな。きた、スーパーグレートレアクリスタルソード Z。 持ってる方もねもうすでにいると思うんですけど初ゲットです。炎バスターとイヤイカウンター、イヤイオロチ、長持ち、強さも110です。これ育てたい、つけていきます。よし、クエストに行こう。初だー。いや、こんなところに隊長、すっごい見逃してました。こんなところで会うとはな。どうだ、訓練は順調か。いや、訓練してないかもしれない。そんな私があれでしょう、一発くじめっちゃ引いてたのバレてるってやつかな。すいません、一発くじをすごい引いてました。どうしたのかな。いや、俺にはわかる。お前が伸びやら、ね、伸び、えー、いや、あの一発くじのシークレットが相当出なかったので悩みはしてたけど、ここを直々に訓練してやる。シンデレラ隊長の訓練、なんか汗水垂らしそうな予感がする。ガラスの靴時代の部下たちにも声をかけておいてやろう。もちろん受けるだろうな。威圧感クエストレベル38、突撃シンデレラ特別訓練、イエッサー。よーし、それでこそ俺の部下だ。身支度が済んだらロフトビーフに向かうぞ。ストーリークエストのランクは6、低いランクだけど出るのはバタフライアーチじゃないや、これだ、キャットクロー。あ、持ってないのでキャットクローが欲しいです。他はいいかな。キャットクロー狙っていきたいと思います。これ出なかったらまた行こうね。はい、うわー、ショップシールド売ってますよ。ちょ、全部買います。フェアリークリスタルシールド、サリアーチ多分持ってると思うんですけど、これはここでしか買えないと思うので買っていきます。これも多分持ってるな、見たことがある。シワシワコットンはいらない。バカラチタンスタッフはプチレア、これだね。デトニックランス、あれデトンのランスは初かもしれません。ホクホクです。購入できました、嬉しい。たまーにしかこの位置にいてくれないのであんまりね発見できてないんですよね最近。出会った時には全部買うようにしています。お買い物大好き。これでもなんかすぐ終わりそう。部下まずい。これシンデレラ大事でいいかな。でってってれ、オッケー、クリア、早い早い。最後桃バラのトゲ、これは目玉報酬出ると思います多分。なんて言っといて出なかったらすっごい悲しいんだけどね。出るかな。クエストレベルが38、今回の目玉報酬はあの紫色のやつ、名前忘れちゃったもん名前は、いや、ある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 。これ勝つしかない。パー、アイコかどうしよう、グー、いや、アイコかどうしよう、グー、うわ、アイコ率高いな、まずいね、グー、まだこういう時みんな何を選ぶんだろう。チョキでしょ、チョキ。こうみんながなんか出してるやつを見て選んでいってるんだけど、うわ、マジ、あんなに頑張ったのにザラザララバーに変わります。悲しみのラバー、隊長、はい、もう一回来ようね。ないもんね。何回探してもない。しょうがない。やっちゃった。パーは出すもんじゃなかったです。あー。なるほどな。お前の成長は見せてもらった。だがまだまだだな。全然まだまだひよっこだ。ピヨピヨ。ん？はぁ、冒険は危険だらけってのに。そんなレベルじゃあ何度ゲームオーバーになることやら。シークレットは出たけどね、隊長。でも目玉報酬は出なかったよ。よし、さあ俺をスナック登録すればいい。ここであるんですね。
そうそう、生放送とかコメントでシンデレラ隊長スナック登録できますよってお聞きしてたんですけど、1、全く分かってなかったです。ここか、やっと登録になりました。嬉しい。もっと早く受けてればよかったな。シンデレラ隊長のスナックを手に入れた。よし。よし。同じこと言ってる。それでいい。ん？隊長はお前が心配なんだよ。スナック登録させるためにここでお前を待ってたんだぜ。何言ってんだお前ら、そんなわけねえだろうが。ここで会ったのは偶然だ、偶然。いや、開けちゃうよな、元部下の俺たちより愛されてて。いや、それは嬉しいんだけど、武器を回さないでほしい。俺の隊長の名が、あ、鬼の隊長の名が、鬼とか言っちゃってさ、部下のこと大好きなんだよな。めっちゃいい隊長だよね、本当は。すごいしごかれるけど。お前ら調子に乗りやがって、蜂の巣になりてえのか、おらー、来た。あ、もうこのイメージ。もうこのイメージ。本当のこと言っただけなのに。こう。行っちゃう？行っちゃった。あれ？やっぱり鬼だって。置いてかれちゃったけどいいのかな。良いみたいです。突撃シンデレラ特別訓練、完了。この方たち何してんの？娘さんを探してた。電車見たかっただけみたい。一人で電車見てたらママに怒られちゃった。フレンチトーサーにおばあちゃんがいるんだ。誰のお孫さんだろ。俺の力が必要になったらいつでも呼び出せ。絶対に無茶するな、わかったな。優しいね。ということで、今回はですね、シークレットもゲットして、シンデレラ隊長のスナックもゲットできました。最後までご視聴ありがとうございます。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた。